阿蘇の春の風物詩の一つ阿蘇高菜。今年も高菜折りの季節がやってきました。この時期阿蘇市では高菜折り漬け込み体験が行われているんです。阿蘇独特の美味しい高菜漬け、その体験に私も挑戦してきました。おはようございます。今日は、高菜祭りが開催されています農村公園アピカにお邪魔しています。こちら高菜折りの会場です。ここではですね、自分で高菜を収穫して高菜漬けが作れるという体験を行われていますので、私も参加していきたいと思います。ですね、この袋にですね、はい、取ってもらってですね、はい、後でこの塩で漬け込みますんで。あ、はい、はい、分かりました。しっかり戻ってくださいね。はい、持ってきます。はい、で、あ、はい、はい、よし、行きましょうか。はい、お願いします。はい、でこう開けてもらってですね、はい、この真ん中をですね、はい、葉っぱ真ん中の折れるところから取ってもらってですね、あ、こんな感じで、はい、取っていきます。はい、細めの方がいいとですかね。この辺だけ大丈夫ですね。こんな感じ、こうですね。あ、ちょっと待って、これ一個よね。あ、すげえ、なんか綺麗に折れるのと。だってこんで1キロもない。そうね。お隣で高菜折りをしていたおばちゃんにインタビューしてみました。いつも来られてるんですか？毎年。あ、そうなんですか。地元の方ですか？いえ、西越の方なんですけど。ああ、あっちの方は高菜は作られてないんですかね？高菜はこんな阿蘇高菜みたいなのはないですもんね。ああ、やっぱ見た目違うんですか？全然全然違いますよ。これは阿蘇だけしかできないんじゃないですかね。うーん、だから毎年この時期だけには来ます。阿蘇高菜は他の地域のものと比べて少し小ぶりのためか、阿蘇地方ではポキッと茎を折って収穫するので高菜折りと言われているそうですよ。いや、思った、上の方をこう結構ちぎっていった方がいいですね。思ったよ。よし、じゃあ一回ちょっと重さを測ってみます。2.5キロ。全然まだまだでしょ。6キロまで OK だそうですので、まだまだまだ取りますよ。よっ、ちょっとこう押してみたり。よし、収穫終了。ではここから高菜を漬け込みますよ。行きます。向こうですね、皆さんいらっしゃるとこにちょっとお邪魔します。ほっ、はい、6キロ出してが、コシコアですよね。だいたいこれが250グラムぐらいですかね。250。全部ですね。はい。まあ、非常にですね、揉める範囲でいいので、はい、取ってもらって。もう、さーっと振りかけてもらってですね。はい。で、葉っぱを中心に揉むんですよ。おー。もう芯はあんまり揉まなくていいんですよ。あ、そうなんですね。葉っぱだし。あの、シャキシャキ感がなくなってくるんですね。あー、はい、
やっぱこうしなーつなんですよ。はい。もう時間大丈夫。おー。しなーつなるまで。あとはもう袋にキンキンと入れていって。そしたら。よし。揉む、揉むっていうのもでもむずい。え、こんなんでいいんですか？大丈夫。またこんなにいっぱいあれば。よし、あとは、樽に入れて重しを乗せて2、3日したら食べられます。2、3日で高菜新漬けの完成です。ありがとうございます、はい、すごい。お兄さん本当にありがとうございました。はい、今日は高菜織りを体験しました。こんなにいっぱいできました。あとはお家に持って帰ってちゃんとこう樽でつけてみんなで食べたいと思います。ですね、高菜織りの、今日はここの会場にお邪魔したんですけれども、3月末はですね、いろんなところで高菜織り体験ができるようになってます。で、お昼ご飯は赤牛とか双子汁とかも食べれるところもありますので、どうぞ皆さん遊びに来てください。